さあまたいる。まあまあ誰だろう、後回し。あそこに忘れてたんだよな。結構遠かったよね。はい、いつの間に目の前に来てたんだよお前。レジェンドホースです。カミュー、なあ、カミューがゾーンだったら主人公のゾーンと合わせると確定で盗める技があったな。それまでちょっとカミュー引きこもらせるか。レアな方を盗め。来い。福引き。タッチ2回跳ねろ。馬の糞。跳ねない。さあ、ということで左ですな。いや、試すか。入れ替え、ベロニカタン交代だ。命令させる。とりあえず1体やっちゃうか。サミナレズキロケスランゲでいいか。一発強い。神まだ大丈夫だな。一人ではできないよね。輝く息。ゾーンヒッチュ。何このチート技。さあ確か確定で盗めたよねこの連携は。お宝ハンター。これがお宝ハンターや。俺が隙を作る。だからパクれ。イッフー、お宝ゲットだめ。星降るでは。ヒッフー、レアも盗める可能性あるんだ。いいね、いいね。これもいいね。いいねしか言えない。お宝ハンター最高ですよ。星降るでは全部で8個欲しい。ノーマルの方だけかと思ったらそんなことは全然なかったぜ。火炎払い使ってみよう。よくわからないのに。もう盗んだから無理。2個目はない。馬の糞で無限に盗めんの。馬の糞盗んだってお前ケツの穴に手でも突っ込んだのか。おい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 、回復量やべ。400。これ何回でも盗める。盗めそうなものを持っていない。ああ、どうやら別枠。入れ替え。じゃ あのまたあの像になったらよろしく。左、右。戻ってこれないんだよ、これ。戻ってこれなさそうだな。ちょっと先にあの取り忘れてたやつ取っとこうかな。
さらに飛ぶ。もういっぺん来たっていうのがね、この無駄感。あ、もうちょい裏があったのか。アレキサンドライト来といてよかった。ワープポイントいきます。いやー MP の回復がはかどるわ。こっち、あといくつか。ルプスのお宝メモリーあと1個。そして最終ポイントがあとアレキサンドライトもう1個あるじゃん。あ、そんな無茶して探さなくてもいいのかな。お前はもう戦った。あ、豪傑グマがいる。俺のパーティーに豪傑グマがいる。バッチリでいいよ、バッチリで。あとよろしく、以下よろしく。あ、お、ナイスかい。あ、神の姿に見とれる。いや、見とれているからセイニャは殴るんだ。お、経験値おいしい。やべな、ポンポンレベル上がってしまう。お、宝箱だ。怒りのタトゥー。ここ入れます。あ、宝箱ここかな。ここはおー、鉄宝箱ここだ。フォ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 って声がするんだ。誰だよ。大進化の秘跡、まだ大進化の秘跡使う装備はないかな。動く石像がいっぱいいたとこだよね。これで宝箱はゼロだから、あとはね、最終ポイントだね。あ、こんなところにワープが。まあ、あれ取ってきてからですな。うーん、どうぽいな。カチャ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 。スカイドラゴンっぽい。あれだ、サラマンダーか。サラマンダーよりずっと、はい、ゆーい。おいでーす。サラマンダーめっちゃ強いんだよ、こいつ。ドラクエ3のアレフガルド行った時の魔法の使えないダンジョンに出てきて、激しい炎入ってくるのかな。こっち回復できねえから一瞬で死ぬっていう。やらかいやー、サラマンダーだぞ、相手。マヒャドだろ。マギクロス。
あれサラマンダーたちの番なし。ずっと俺のターン。ミスりすぎ。ずっと俺のターン。サラマンダーさんは何を落とすのかな。出た、サラマンダーさん、サラマンダー落とすの、どういうこと。仲間にでもなってくれるの。まあまあグレンのね体重でも結構美味しいからね。サラマンダーは、あ、世界中の雫を落とす。補修はライトシャムシール、これ武器かな。いやー辛いですよっ。神がゾーンに入ったら盗んでみる。まあここの一番奥行っていきます。あ、切り株を負けた。切り株を負け今日です。ダルブレイクフーン。焼いちゃえ焼いちゃえ。ピンクサイクロン。残り1個だ。あ、あそこ別マップ扱いか。そういやそうだったな。地図見た時変えられなかった。よし、大樹の福音の書。お、大樹の王冠と大樹のマントだから、 ここは大樹の国だったのか。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド。それ言い過ぎ。虹色の布切れ、相方軍手にしか見えない。軍手を手に入れた。世界中の肌、世界中の肌は亀にいっぱい持たしとくとね、いざという時に素早いスピードで味方を復活させてくれるかもしれない。最悪あのカミュ、セーニャにして、セーニャが死んだらカミュがセーニャを復活させて、セーニャがメガザルをするという。最終手段だけどね。まあまあマントだったからロー装備だろうね。おっとまた来た。剣を振れ剣を振れ。ラマンダーですよ。盗ましてみるか。おいおい、強い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 。そんなことしてる暇あるのか。しかし盗むにしても、あ、やっぱ手袋装備してないからな。ジェロニカのゾーン、マヒャドでしょ。戦おうよ。さあ2回かかった。でもねこいつはね尺の筋ですよね。魔法してくんの。ギラグレイク。あ、あ、やった。これも欲しかったんだ。ダメだこいつらアホだ。そうだ、ね、お前のベホマラーで完全回復。チナさんが殴って。さあ戦いに行くか。えい
遊びに行ってるみたいだよな、ブーメラン。キラさんは殴ってまいで、AI アホすぎないかな。どう考えてもセーニャが回復してマルティナが殴った方がいいと思うな。いやブーメランミスりすぎ。ゾーン、こいつバカだから。殴らせよう。サラマンダーを見つけた。サラマンダーって何？ねえサラマンダーってなーに。探検だ。サラマンダーとは探検である。チュンチュン丸の方が強いじゃん。いやサラマンダー、サラマンダーって探検だったんだ。サラマンダーがサラマンダーを落としたよ。サラマンダーよりずっと強い。スキルパネル。カミューはゾーン入りやすいのが欲しいかな。ゾーン効果じゃなくてね、ゾーン突入率が欲しいんだけど 5% どっかないか。ゾーン突入率をよこせ。この辺でも肩だけんだしな。もうちょっと突入率高くならないかな。これに期待。頼むよ。はやぶさ斬り。はやぶさ斬りって神技なの？これ肩だけん技だろ。肩たけんスキル、あ、ダメだ。もう神はこれ以上強くなれない。成長限界に達したようだ。じゃあ別武器に行くしかないね。となると肩たけんはいらないから探検かな。肩たけんはもうねいるから。神のブーメランの成長限界に来てしまった。神技があと1個だけど、神技じゃないよね。はやぶさ斬りはどう考えても肩たけんスキルだよね。グレイさん、リオだし、とりあえずこれ覚えに行く。なんだろうねこれ。これも欲しい。まあいいや、とりあえずこれに行きたい。ミラクルブースト、与えしばらくの間与えたダメージの半分回復。結構でかいんじゃない。多分使わないね。そんなんしてる暇あったらお前は仁王立ちしとけというね。やっぱ仁王立ちの心得を覚えてゾーン突入して防御力上げてさらに仁王立ち。お前はずっとメイン立て。戻ってきた。偽物じゃね。さあ、覚えてる、覚えていますか。ついさっき聞いたとこ
とはプリンに見える。リンゴ型のモンスターに見えるメガバルロック、かじると爆発するよ。正解はこちら。はい、いるいるいる。神様、あなた装備を。どこだ？ズクズ。あ、ヌスットグローブ。あってた。いきまーす。こうやって相方でスルできるよ、ね。いつものことだ。左の太鼓の達人は毎回いるのか。イメージさせる。どう倒しきれんだろ。休む。ちょうだい、アレキサンドル。オーケー、結構盗めるもんだね。燃え尽きた。あれ、普通の雄たけびだった。激しくなかった。これは俺は分身をするぜ。へっへい、質量を持った分身だぜ。あ、消えた。忍者流剣人だな。へー、あ、見えた。痛い痛い。2回も噛む。俺のトーン。あれ、もう盗むしたら3回盗むとかかな。分身とともに分、なんか効果あるみたいだ。盗みにいいのかな。起き上がった。エビギラゴン。分身しながら盗むと確率上がりそうだね。分身とともにっつってたし。あ、もう盗んでるから盗めないんだけど。よし、はい。いや、なんかもうちょっと確変中じゃね。ライトシャムシール、片手剣かな名前。うーん、と違う。まあこっちで見た方が早い。道具装備武器、片手剣だ。シルビアの最強武器じゃねえのこれ。光属性180。おいおい。でもシルビア片手剣じゃないんで。あ、やったぜ。シルビア、シルビア、お前は無知だ。だからよ、お前デク優秀すぎんだろ。片手剣より怒り、まだこれプラ2でこれだよ。ほんとデク優秀すぎるわ。はーい、あー、レアドロップしまくったね。やった、セーブセーブ。